山広のピカイチラジオ、金曜夜10時を回りました。いかがお過ごしでしょうか。山広です。吉本新喜劇のスッチーです。こんばんは、アナウンサーの古川恵子です。今日も元気よく、はいはいはい、スタートいたしました、はい、ピカイチラジオでございますが、はい、スッチー、はい、ドラマデビューやんこれ。いやこれね、クリアでこの記事は昨日の新聞びっくりしました。サンスポさんね、はい、いつも結構ね、新喜劇のことをね大きく取り上げてくださるんですよ、吉田豊君がね、乳首ドリルやられすぎて乳首から毛生えてきたとかね、ちょっとがこすりすぎてちょっと乳首荒れてきたとか、はい、ほんとねことあるごとにねすごく大きく取り上げてくれるんですよはい、はい、ほんでまあ、いいじゃないですかこれ、ね、今回すごいドラマだよっつって、もう見出しはすごいよ、はい、写真もね、中居さんとねツーショットで山道を歩いてる感じ、はい、これだけ見ると、うん、もう8割方ずっと中居さんと行動しそうに見えるし、いやそうやんかこれはな、はい、この写真、一瞬ですよ一瞬なんですよ。だから僕これ見た時にちょっとねはーって震えたんですよ。あ、そうなんだ。この記事ですか。やばいやばい思って、はあ、すごいやんとか、後輩とかも思いましたけどね。あれちゃんと読んでなかったこれ。後輩とかにもね、うん、いや行ってきたんやって話して時にすごいですねってこうツイッターで言われて、はい、いや一瞬やでって返してたんですよ、うん、ほんなまた後輩がこの記事を写真に撮って、はい、兄さんすごいですと、どこが一瞬なんですかって来たんですよ、はあ、いやマジで一瞬やねんとでもね、はい、これゴールデンじゃないですか、はい、来年1月24日、はい、関西テレビ系スペシャルドラマ新浪花金融道、はい、夜9時から放送で、はい、不動産業者役でしょ。そうなんですよ。いや、はい、この浪花金融道で不動産業者役言ったら、はい、キーマンなんちゃうのと思ったんやけど、だって確かにね、まあ、その、うん、なんでしょうね、キーまでいかないですけど、うん、なんでしょうね、まあ、自転車のキーぐらいのあのちっちゃい感 じ、まあ、ぐらいのことはなってるんですけど、でもキーがなかったら走れへんからね。そうなんですよ、だってスマップ中居正広と堂々の演技合戦を繰り広げる、うん、果たしてそれすごいやんか。そう、果たして座長の演技力はドラマでも通用するのか。やめて恥ずかしいですよ。いえ、もうただただ緊張してたのにだからね、本人はね、はい、出番は一瞬ですので、はい、見逃さないでくださいねとジョーク混じりに PR するスッチーって書いてあるな、はい、これこれジョークじゃないんですよ本気なんですよ本気で、一瞬ですから見逃さないでくださいねってコメントはしたんですけど、それを、はい、いやいやジョーク混じりにって言われたんですけど、いやこれ本気です。あ、そうなの、はい、本気で言ってんねんけど、本気で言ってるんですけど、いやいやまたそんな、はい、演奏してと、ね、いや取られてるわ、困ったな。まあ、でもこのツーショットの中居正広さんと、いやもうでも一瞬ですけど、本当ね、すごい気さくに僕みたいなもんにね、僕ドラマ初めてですとか言うたら、あ、そうですか、全然そんな緊張しなくていいですよとか、芸人さんで仲いい人誰なんですかとか、もう喋ってくれて、で、あ、僕陣内さんにお世話になってますが、陣内くんはすごく面倒見がいいみたいだねとか、一緒に番組もやってるよとか、中居の窓によく出てくれてるよみたいな話で、もう常にこう休憩みたいな時はもう喋ってくれるんですよ。なるほどね、はい、ただほぐれるでしょ、ほぐれるんかなと思うでしょ、うん、多分ね中居さんもすごくほぐしてくれるためにやってくれたんでしょうけど、うん、いや国民的アイドルが真横で、はい、そんなこと言い出すと、もうそれで緊張するんですよ逆にうわ喋ってる中居くんや、中居くんやけど中居さんやみたいな。あ、そう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 、はい、いやね、気持ちわかるんですよ。僕もね、はい、昔ね、カンテレのドラマにね、はい、警察の所轄って映画があって、はい、で主演が松岡正弘さん、はいはい、TOKIO の、はい、でシリーズもやったんですけど、はい、第何話かに、出てくれてオファーいただいて、はい、で盗犯係長役でいくつかセリフもあったんですけど、はい、なんか空気に飲まれますよね、ドラマって。独特やから、はい、でも確かにあの時も松岡君は、はい、ほぐすためにいろいろとこう向こうから喋りかけてくる、はい、なんかああいう人たちってこう気使ってくれるんだよね、はい、ね、いやもうだってね前乗りで加古川に行ったんですよ。結局淡路島でロケやったんですけ ど前の日加古川で一人でポツンとこね、うん、コンビニ弁当でも食べながらわ明日かとか思って、うん、あでも中居さんは今日コンサートやっ
って言ってたなみたいな、うん、なんかそんなチラッと聞いたんですよ、うん、福岡かなんかでコンサートだ多分明日来はんのかなと思って、まあ実際はその日に来てたらしいんですけど、はいはい、ほんで朝なんかワゴン車みたいなのに乗せられて、ホテルから出たら、うん、あ、こっちですって言われて、うん、あ、もう別なんや、そらそやわな、私みたいなもんが、ね、国民的アイドルと同じ車中には乗れわんみたいな。で、一緒にわーっとその2台3台ぐらいでバーっと淡路島行って、はい、で、これすごく写真でね、見たら分かる通り、すごい山なんですよ。はいはい、で、山奥なんで、はい、ある程度のところまでは、はい、そのマイクロバスで行くんですけど、はい、そっからは、ほんまにね、すごい、車1台通れるかぐらいのなかなかの険しい道なんですね、はい、だからすいません、ここから軽自動車に乗っていただきます、うん、でまあまあ地元の人が普段使ってるような、うん、もう言うたら悪いですけど、うん、後ろのシート、うん、ほぼ砂やんかみたいな、あるなるでしょまあ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 ええわみたいな、うんうん、でそこポンと乗ってたら中井さんバーッ来はったんですよ、おえ、嘘やろって思って、うん、やめてやめてやめてって思ったらガッと開いて、うん、横座らはったの、マジなーしみたいな、マジかー思って、うん、もう軽トラの中で終始、吉本新喜劇のスッチーというもんですみたいな、で狭い空間の中、うん、山道走りながら、うん、酔うわって思いましたすごいなんかもういきなりなんか密室で逃げ場がなくて、はいはいはい、変に緊張するよね、緊張しましたよ、ね、ここなんのみたいな、なんやこれと思いながら始まったので、うん、本当になんかふわふわしてあんま覚えてないというか、あ、そうなんや、ほんで乳首ドリルの説明とかせえへんかったの、乳首ドリルの説明してないですよはい、あれはこうこうこうですとか、うん、あ、ドリルはしてませんからね、乳首ドリル、だってこれ大きく中井に乳首ドリル千の会って千の会がちっちゃく書いてある、はい、さすがにねちゃんとしたドラマでございますから、あ、そうですね、はい、いやでもまあすごくいい経験はさせていただきましたね、いやいやいや、はい、楽しみですね、さすが座長、座長ですよ、やっぱり、いや僕もどんな感じになってるのか、うんうん、本当に楽しみで、そうですね、はい、1月24日でございます、ね、はい、ぜひ 見逃さないように、そうですね、ちゃんとずっと見とかんと本人曰く一瞬ですから、ほんまに一瞬ですか、はい、一瞬です一瞬ですけど、なんとかあれちゃう、ね、昔の記憶って、はい、割とこうなんか遠いように、はい、一瞬のように舞い上がってたから、はい、思ってるだけ で, そうそうだけで、実は結構あったんじゃ、はい、うん、山広さん、はい、一瞬です念をしたこれほんまにじゃあ見逃せないです ね, 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 ねカレンダーぜひグリグリにつけとこう、ちんなには記入道でございます、はい、はい、ちょっと私からも宣伝させてもらって、はい、いいですか、この際もうみんな言いたいこと言ってください、年の瀬ですし ね, そうですね、実はですね、はい、来週の12月24日クリスマスイブなんですけれども、はい、この日にライブをすることになりまして、クリスマスイブに、クリスマスイブに、はい、まあ、相手のいる人は、はい、いろんなまあ企画とかね、はい、デートとか、はい、まあ、もう凝ってやるでしょうけれども、はい、それに縁のない人ここに集まれと、はい、なるほどね、聖なる夜に激しい夢をっていう、うん、サブタイがついてるんですが、はい、クリスマススペシャルパーティーをですね、はい、他局ですけど関西テレビの社屋の1階にアトリウムがありまして、はい、でそこにイタリアンレストランがあるんです、はい、うん、そこで、まあ、ちゃんとギター弾いて、はい、歌って、はい、ちょっとトークも入れてというようなそういうライブをクリスマスライブをやろうと、はい、いうことでございます、はい、フリードリ、ワンドリンク付きの、ビュッフェスタイルのお食事と、ライブ合わせて入場料は3000円となっておりまして、うん、はい、はい、場所はレストランムートンオットというお店なんですね、はい、はい、ここでやりますので夜何の予定もない人が来ていただけたらありがたいな、ほんまね、何の予定もないからって家おったらダメですもん、そう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 、ね、でまたここ来たらなんか、ね、出会いがあるかもしれませんしね、はい、本当に12月24日今年は水曜日、はい、夜7時会場で山広さんのライブは8時から それまでご飯食べてもらって、なるほど、ね、はい、出来上がっとくわけですね、はい、そう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 どういう意味やね、やじ飛ばさんよりね出来上がってあ、はい、でもね僕らいつもやるね、はい、例えば梅田とか、はい、それから西成の難波屋とか、はい、そういうライブハウスがあるんですけど、はい、そういうところでやると、はい、観客が、はい、ハゲー
で、いつもはエルキュール上野とアフターワーズショーというバンドでやってるんですけど、はい、4人組なんですが、はい、そのうちの3人がハゲなんです。もう一人も絶対ハゲませんもん、その感じで言ったら。そうやねん。もうハゲない、もうチームやめさすぞとか。ハゲな知らないやん、もう。ハゲハゲってこっちももう負けんと、はい、誰やねん、分かれへんやねんか、ハゲだけやったら、とかって、そういう双方向で。どのハゲやと。どのハゲやと。1号、2号、3号、イエーイって。そんなライブをしてるんですが、はい、この日はクリスマスですけれども、はい、もしよければそんなチャチャを入れていただけたら大いに盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思います。よろしくお願いいたします。はいはい、ご予約はそのムートンオットー、はい、06-6311-96216311-9621です。この時間はさすがにもうやってはれへんかな。そうかもしれないですね。はい、明日以降お電話してください。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はカラス仲変だって。カラスね。治ってましたね。よかったね。はい、無事この、ね、先週ね。あれ何やったの？原因が分かったのかな。はい何やったっけね、分かってるらしいですね。じゃあちゃんと治ってますね、はい、ちゃんとこの音が鳴りました。するとこのコーナーの始まりです。、はい、スッチーのこれどやねん。スッチーさんがこれどやねんと疑問に思うことをリスナーの皆さんに聞いてみようというお時間です。今日の疑問は何でしょうか。はい、あもうね年末ですし、結構その買い出しでもないですけど、うん、ちょっとなんかそんなんて行きますやん。行きます行きます、ね、で、はい、僕昨日か、うん、久しぶりに家帰ったんですね。おとついかな、うん、はい、うん、でまあまあ薬局行ってきてとか、はい、はい、奥さんまあ赤ちゃん いますから、はい、私見とくから行ってきてよとか言うて、うん、いろいろ買いに行ったんですけど、まあそっちのねその奥さんとおる家ではそんなことはまあまあないんですよ。言われたもんを買っていくだけなんですけど、日本橋の家って、うん、結構そのこうたもん使ってないなってっていうのが結構多くて、はあ、なんで必要やと思うから買う、必要やと思って買うんですよ、うん、でもこういう風にね年末になってあ1年振り返ってみてあれこれ使ってへんなっていうのが結構あってね、うん、掃除機の紙パック、まあ今パックないやつとかもね掃除機もありますけど、はい、紙パックがパンパンになってもうなかったんですよ、うん、ほんでビッグカメラ行って、うん、で行ったもののあれこんな種類あんの、はい、あるね、目移りするよね。どれどれって、そのなんか適合する番号、はいはい、型番が合えへんから使えないから、はい、BP なんたらとか、はい、VR なんたらとか、はい、なんやねん思って、はい、で今また家帰って、うん、VRF5 やっていうの分かってもうなあ思って行く、慣れてないから ね VRF の5を買う、せやけどもそんだけ苦労してるからもうあ2個買うとこと、ああそれそうね、ね、1パックにその紙パックが何個か入ってるんですよ。入ってます5つ、はい、もっと入ってるのかな、入ってますね、入ってるんですよ。だから2つぐらい買うとこと、はい、なるほどね、うん、で買うたものの結局見たら、うん、1パック使ったかなぐらいの、あ1パック使って捨ててるけど2パック目がまだ全然まだまだ余裕で入る、はあ、だから5個入れとしたらもう8個余ってるんですよ。そう頻繁にじゃ買えないもの、頻繁に買えるもんじゃないんですよ。ほんでなんでかな思ったら、うん、結局クイックルワイパー使ってんすよ。はあはあ、ね、常にもう掃除機かけるってよっぽどじゃないですか、はいはい、でも簡単やからクイックルワイパーやってるから、はいはいはい、それで掃除大体できてるわやから、はい、でもめっちゃ余ってるやん思って、うわ、ほんでいろいろ見てたら歯ブラシめっちゃあるやんとかね。歯ブラシ、はい、歯ブラシ買いますね。歯ブラシえたくさん買うの、はい、なんかあ買っとこうと思うんです。その時は ねそろそろ変えようかなと思って。歯ブラシの替え時って、はい、まあ横こう縦から見るというか歯ブラシこうね持って、はい、職人さんがこう歪みないか見るみたいにして、はい、ほんで歯が毛がこうふわっとなってたら替え時やっていう広がってたらね、はいはいはい、でもあっこまで広がるってなかなかないですまあね、はい、でまあバー使いながらそろそろ替え時やなっていつも思うんですよ、うん、ほんで薬局行ったらあそれの時も一つでええのにまあ二つぐらい買うとこって思うじゃないですか。そうか、ね、ほんでわーやってたらまだ見るんですよ。ほんで前よりちょっとわっとなってるんですね。あそろそろ買い時やなと思って買うてんの忘れてまた買うんですよ。そう、ね、そうほんでそっから一本使えええのにまだ毛の広がりがいけると、うん、もうちょいいけるで何やったら、うん、
歯ブラシが若干今俺に馴染んできてると。あかんで、それもうあかんねんで、ほんまに。ダメなんですけど。歯医者さんはそう言うで。ダメなんですけど、一番馴染んでええ感じやないか、うん。そりゃそうですよね。歯の形で押されて、うん、ガッと広がってるから、うん、馴染んでるように思うけど、そうです。それはもう綺麗にできてへん。できてないんです。それが心地いいから、結局使ってへん。ほな、4本もこれどないすんねん、みたいな。いやもうちょっとね考えて買わんとなーって。だから結構ストックマっているじゃないですか、はい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 、ね、あの人がそうやわ、元ヤクルトの石井さんだのピッチャーいたいな、はいはい、あのキサアナウンサーの、はいはいはい、あの人の家この間テレビでやってたけど、はい、何でももう家、まあ、豪邸やからやけど、はい、電池だけでねどのぐらい、30センチ四方の引き出しにドッパーッと入ってて、うん、そうせんと心が落ち着かない。あ、電池ね、おいや心当たりあるやろ電池ね、ほんまに、はい、ちっちゃいやつから大きいやつまで、うん、いっぱいありますわ。そうそうそう、いっぱいあるんですとかね、ストックマね、ストックマ、そうせんと落ち着かんわけ、落ち着かないんすよ。うわあ、物で溢れるやんか。溢れます、ほんまに。いつ飲むねんっていうね、うん、あの栄養ドリンクとか奥の方にあったり、あの冷蔵庫の奥の方にあったりとか、はいはいはい、なんでそんなん手伸ばして取って飲んだらええやんか。でも結局その奥のを飲む前に補充した手前の飲んでるんですよ。あ、冷蔵庫って奥入れて瓶をもっぺんこうやってね、はい、コンビニとかやったら後ろからこう押せるじゃないですか、うん、でけへんからもう冷蔵庫開けとくのが無駄でしょ、はい、でガチャガチャしながら奥の取られへんから手前行くでしょ、うん、ほんならもうずっと後ろにおるんですよ。うわ不憫やな、その後ろにいてる子は、ね、ほんまに賞味期限切れてね。いやもうほんまね、ちょっと考えて買わなあかんな。必要なもんを、はい、必要な分だけ買ったら、はい、うん、家なんかもうごちゃごちゃしないんですよ。そうです ねあのね、特に男はそうかもしれない、うん、割と簡単に欲しいと思ったら買ってしまうんですよ、はいはい、でそのストックもそうやねんけど、はい、あ、これは僕の今一番のライフワークの中で必要なもんやから買うわって勝手に買って、うん、はい、いっぺんも使ってへんもんとかってあるでしょう。例えば自転車の輪行袋ってね、輪行ってあの車輪の輪に、はい、行くって書いて、はい、で袋なんです、はい、つまりあの自転車乗ってて電車とか乗るときに、はい、それをあのバラして、うん、で袋に入れて、うん、たまにいるじゃないですか電車に持ち込んで、そういうための袋、うん、輪行袋っていうんですけど、はい、ちょっとだけやねん言うても自転車凝ってたの。はほなもうね、うん、バラすこともないしないねん。実はバラしたことないねん。ないんかい回も三男と法隆寺に行ったり、はい、自転車で、はい、結構家の近所は、まあ、丸1日かけて、はい、あのサイクリングしたことはあるけど、はい、そんなバラして電車乗って琵琶湖あたりまで行って、はい、でまた組み立てて走るなんてことは一回もしてないのに、だから今輪行袋がどこに行ったかすごい。もうそんなん結構あるわ。カレーもや僕。カレーってカレーライスのカレー。あのカレーの連続記録も終わりました。あ、はい、何日まで？結局13。13？あの一日翌日までや。はい、はい。カレーうどんまで。はい、うどんで終わりました。はい、でねカレーも言うたらレトルトのカレーってね、うん、もう。そういうコーナーあったらもういろいろ欲しいになるじゃないですか。あるな、ね、はい、うわーキーマカレーもええなとか、で、まあ、それこそいろんな とこから、うん、その田村さんのね焼肉田村のカレーって出てたりとか、タイのグリーンカレーとか、はい、いろんなあるでしょ、はい、買うじゃないですか。買います。大量に買ってしまうんですよ、うん、ね、でもこの間の山広さんじゃないですけど、ご飯はほんまねあのチンするご飯3つぐらいしか買うてないんですよ、うん、ね、カレーはわー買うけど、それに合わせてご飯も買わないんですよ。なんで？いやもうなんかご飯は3つぐらいあったらええわぐらいで、とりあえずの分しか買うてないんですよ。当然必要な量だけ、はい、もうすぐなくなるんですよ。なくなるんでしょう、うん、ね、それ。ほんで夜帰って、あー腹減った、あカレーやるわ思って、うん、やりかけるんですけど、あの箱バリッと開けてレトルト取って、うん、お湯沸かそうかなん時に米あらへんかな。一緒やそれ。全く一緒やんか。僕はでも温めてないですよ。温めてないですけど、米あらへんかな。でもそこでもう切れてしまうんですよ、テンションが。え、じゃあ買いに行かないの？米行かないです。砂糖のご飯買いに行かないですか？そんなもんコンビニ行きゃ近くにあるでしょ。めんどくさいんですよ、それが。えぇ、ー。行かないですよ。
ほな結局ね結構余ってるんですよね。ほんでそのあるのにまたよそ行った時に、いやこんなカレーあるやんって、カキカレーやてとか言ってこうたりとか。あのね、はい、もう今度からね、はい、ルーとご飯をもうセットで買ったらいいんじゃん、はいはい、同じ数だけ、同じ数だけ、あでもなかなかかさばりますねそれは嫌なんや、はい、あそう、はい、はあ、どうしたらいいかなこれ。何やろ、カレーはね、あ要は本みたいにこう棚にこう立てていけるんですか。そうそう、立てたら、ね、そんなかさばらないといけるでしょ、はいはい、でもパック の, あのご飯はね、うん、結構なるんですよ、うん、3つあったらもうこれぐらい結構かさばるね、うん、それを6つ9つってなるとこれはもうむちゃくちゃになりますわそうか、どうしたもん。あれはでも常温だから、うん、どっちもどっちも、はい、だからもう端の方に置きゃいいっちゃいいんですけど、ね、端の方に置いとったら多分忘れてこいつのやねんっていうのなんのかいなります難儀やな、難儀ですね。その今のね、縦に置くのでまた思い出しましたけど、はい、下着とかね、はい、まあ、シャツパンツね、はい、そういうものを重ねて置いておくと、はい、着る下着がもう決まってくるから決まります決まります、はい、だから丸めて横にこう並べておくと、はい、ほうほうほう、コンスタントにそうそう、右から入れて左から使うからやるとかって、はい、最近僕それしだしたんです。もう女子の感じですね。女子の感じ、女子の感じ、女子の感じじゃないけど、はい、なんでそう思ったかっていうと、はい、前にその引き出しの整理をしてる時に、はい、あれこれだいぶ前に買ったのに新品のまんま、はい、なんか袋に入ってそのまま置いてたと、はい、下着のシャツとかパンツ、はいはいはい、これはもったいない、こんなことしてたらっていうので、はい、僕は女子的と言われようがなんて言われることが並べて、うん、でローテーションをきちんと組むようにしました、うんうん、僕パンツはもう畳まんと、はい、もう日本橋では、うん、もう日本橋では言うたら乾燥終わったら引き出し上げて、うん、まあまあガッと開けるんですよ、はい、ガッと開けてワッと入れるんですよ、はあ、ほんでワッと混ぜるんですよ混ぜる、はい、だからほんまにね混ぜるが大事やな、の中からボンと出てきた感じなんですよ、うん、あだからその縦にっていうかこう重ねていくと、うん、もう下ができるじゃないですか。できます。もうそうじゃないように常にもうぐっちゃぐちゃにおるんです。なるほど、はい。それによってしかも混ぜることによって、はい、いろんなパンツをまた履けると、はい。ほんまにもうファッと目つぶって混ぜてパッと取ってあこんな感じかとか。何嬉しそうに言うてん、はい、こんな感じか、いやでも今日もしかしたらと思ってちょっと変えたりとかして。あで結局ちょっと待って、はい、もしかしたら、もしかしたらっていうチャンスかなと思って。で家帰ってきて。何もないんかいボケ言うてカレー粉ご飯あらへんアホ言うてダメダメやなダメダメですわ。タージンと一緒に住んでるやん、はい、で洗濯はもう完全に別個でやん、別個です。じゃあ、脱衣カゴも別々に、別です別です。あそうただ中に入ったまんま置いとかれると、うん、かなんなーってなるんですよ。はいはいはい、はい、でちょっと待つんですけど、それでも出てへん時は、うん、洗いたい時にお父さんこれもう乾いてるで言ってちょっと洗濯機の上置いとくでとかでやろう思ってパッとやったらベチョッと湿ってるんですよ。あら、うん、たまにエラー出て、うん、乾燥までいかんで脱水の途中でピピーピピーって止まってる時あるんですよ。そうそうそう、バランス悪いとね途中で諦めよるんですね、あれね、洗濯機が。そうそうそう、ほんならまたそっからやって待ってやから、うん、乾いてりゃどっかにふわっと置けるじゃないですか。はいはいはい、ね、中川さんおらんでもベッドの上に置いときゃええものベチャベチャやから怖え、おえなんかあれやね、日本橋の家にカメラセッティングして面白そうですね、日常生活を観察したいぐらいです ね、もうゴキブリ出たら2人で大パニックですよ。え、2人とも弱いの？弱いです。あら、あらで頼むから行ってくれって僕はもう指示だけして、うん、あかんあかんあかんとか言って、でターチンが結局行くの？結局行きます。でそういう時に限ってゴキジェットがもうなくなってるんです。うわー、こうとかよかったって。なんでストックしとかへんねん。それストックほんまそうですね。ゴキジェットが必要やから、これそれないからダニアースを持って、うん、こんなんいけるんかとか言われながらあのプスって刺すところを伸ばしていけ言うて指示しかしてへん。指示あそう指示その何ゴキゴキジェット、ゴキジェットは早く買うといてください。そうですね、1個でいいですから。1個ですよね、とりあえずは2個買うんだろうね。あれは言うわ、はあ、はい、ということで、はい、じゃあ今日は皆さんから、うん、これ買うたもんの全然使ってへんわ
これ結局使ってへんわを募集いたします、はいはい、年末になるとね片付けするから出てきますわ ね、はい、皆さんのこれこうたもんの結局使ってへんわをお寄せください、はい、そして各コーナー今日もございます。怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています。モンスターじゃないんですけど今日私、はい、手紙を出しに行って、はい、年賀状の方に入れてもうたんですよね。あらいつもはがきの方が今年賀状って書いてあるのあうっかり忘れてポンって入れてしもって、これどうなそのえどうしたので言いに行ったんですなんか、はいはいはい、郵便局の前のに入れたから、うんうん、今そこに入れちゃったんですけど多分あの仕分けするときに気づいて十中八九見分けると思いますけども、うん、もしかしたらって言われて 100% とは言わへんねんね。 100% とは言わなかったですね。すいませんご迷惑をおかけしてでもそんな人多いと思います今、ね、そうやね、はい、間違えずに入れてくださいね。年賀状普通の方に入れたらそれはやってくれますかね。どうなんやろう、ね、この時期やったらあれやけどさすがにまとめてゴボッと入れてたらあこれ間違いはったなってやってくれますよね。でもね昔は袋かなんかに包んでね、はい、入れたもんですけど、はい、最近バラで入れるんですよ。バラで入れますね、はいねはい、昔は僕見たのは年賀って書いてましたね袋におかんとか袋にね、はい、で袋ごとみんなやったから、はいそういう間違いが一般の郵便物に入ってたらすぐ分かるんですけど、はい、これ間違いでバサッとバラバラってやったら、はい、郵便局怒ってんで、はい、ねえもう仕事とんのに、ね、すいませんもうちょっとねもっときらびやかに年賀ってやってほしいですけどね上の方にちょろっとちょっとそう上に書いてあったんで、ね、書いてますけどもっと正月感出して、うん、べもうなんか赤いのれんぐらいつけといてほしいです ねそしてこうめくるときに気づくぐらいいやいやおたくらもうモンスターになってますあれいやいやそんなもん年賀って書かへん郵便局が悪いんですああ言ってもった全書していただきたいというふうによろしくお願いしますもしくは私の書いたはがきが年の瀬も押し迫りましてって書いてるけど、うん、正月に着いたらごめんなさいそういうことですね、はい、言っときます、はい、そして山本社交クラブ今日もあります。皆さんの恋の話、うん、純粋な恋ピュアな恋そしてドロドロのものまで本当にお待ちしております。心痛む時があるね純粋な恋の投稿を、ね、紹介する時はいただくと3人で何言うといいか分からへんようになってますけど、戸惑うっていうね、まあ、でもお待ちしています、はい、メッセージをご紹介した方にはどこでもふきふきできる大人の黒い濡れティッシュをプレゼントいたします。メールの方は yama@mbs1179.com yama@mbs1179.com ファックスは大阪06-6809-9090 06-6809-9090にお送りください。番組の公式ツイッター @yama1179もぜひチェックしてみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。怒りの投稿街中モンスターハンター。モンスターペアレントにモンスターペイシェント、さらにはモンスターおばちゃんまで、現代の世の中には様々なモンスターが出没しています。そこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます。では参りましょう。倉敷からいただきました。女性の方です。の見つけたモンスターです、はい、4ヶ月前に隣に引っ越してきた夫婦のことです、うん、引っ越して4ヶ月です。でも我が家のみ引っ越しの挨拶に来ませんのよ。どう思われます？主人はそんな人間とは付き合わなければいいんだからと言いますが、私はそんな義理を欠く人が隣に住んだと思うと毎日が憂鬱でなりません。どう思われますか？お隣さんやねんね。お隣さん、お隣さんは行っとかなあかんわ ねしかもいやうち以外は行ってはるみたいなんですみたいなや。どう思われたんでしょうね。2回ぐらい留守やったんじゃないですか、うん、それはね、その可能性はその可能性はありますね、うん、この間うち次男が、秋田で仕事をするから、はいはいはい、あのアパート借りてね、うん、で、引っ越しの日に同じ3階の何軒かあるところに持って行ったんやけど、うん、あのどうしても出ない家が一軒あるんで、はいはい、だからもうそこはもう本当にもうどうしても何回も訪ねるのも迷惑やるかもわからんから、うん、もうやめときと言ったんやけど、うん、でもそれがお隣さんやったらまあちょっとね、これはね、行っ
といた方が先悪いわな。まあまあね、思いますね。そっから一応顔は合わせてるんですかね。うーん、顔合わせたんやったら絶対問わなかったね。その時に、ね、ちょっと奥さんすいませんすいません言って、ね、何度か寄せてもうたんですけど留守でって、ね、これな。まあでもその人動画聞いてる確率はわかるかな。倉敷ですしね。倉敷で4ヶ月前、4ヶ月前に引っ越してきてやね、うん、隣にまだ挨拶行ってない人、行っときや、行っときや、怒ってはるで、僕そういや学生時代に男3人で住んでたんですけど、はい、あのマンションに、はい、同じ大学のね、はい、その同じ並びっていうか2軒隣の家の人は、はい、まあ、あの家族で住んではったんやけど、はい、7階やったんですが、はい、ある時5階でボヤが出て、はい、で火災報知器になって、はい、僕はイカの天ぷら揚げてたんですけどもうすぐにスイッチ切って、はい、で油をこう流しのところに移動させて、はい、でもう消防車も来てるし、はい、で逃げようと思ったら、はい、その2軒隣の家の中から、はい、なんとかなんとかって声が聞こえて、はい、でちょっとドアもこう半分開いてるんですよ、はい、大丈夫かなと思って大丈夫ですかって言ったら、はい、ちょっとうちの子を連れて行ってもらえますかって言って、はい、で子供さんは2歳か3歳の子供だったんやけど、はいはい、その子をこう連れてその、まあ、走ってくるやん廊下をこうって、はい、で追いかけてきた女の人がバスタオル1枚でいやそれありますよねタイミング全部見てしまったんですよ。うわあれあの絵はね30年前ですけどねまだ忘れないですよ鮮明に。はい、大きなバスタオルで体をくるんでるんやけど、子供にこう、なんかこう、手を伸ばした時に、ふわって前がはだけて、で、僕も見る気なかったんけど、なんか声がするから、ヒュッとドアの間から見たら、全部見えた。わーって。でも、まあ、まあね。状況が状況やから、僕連れて行きましょうかとかって言って、そしたら、あ、お願いしますってバスタオルでこう隠しながら、お願いします言ってんけど、もう見てしまった。うわー。ええー、なやれへんけどいやでもねえ、はい、まあまあそういう時やったらしゃあないですよね。そうですよ、うん、ねえ、いやでもお隣さんってね僕ねたまに思うんですけど、うん、まあ、例えば今住んでます、うん、まあ、ある夫婦が住んでたとして、うん、隣に引っ越してきましたが、うん、その旦那さんの元カノとかやった時って絶対あるじゃないですか、うん、確率的には少ないですけど、うん、はい、でもう言うてもお互いそんな連絡を取ってなくて、その風の噂で結婚したらしいねぐらいとか、なんやったらそれもない、うん、でいざバンと会うたらそらさすがにね、その当人同士やったらえってなりますけど、なるなる、ご夫婦で来られたりしたら、パッと気づいても知らん顔するじゃないですか、はい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 、そっからの毎日の生活ってこれちょっと居心地悪いのかちょっとドキドキするのか、ええ、どっちなんでしょう、ね、私も今話聞きながら、はい、その両パターンだなと思ってますね。居心地悪いっていう方が多分多いと思うんです、はい、でも中にはまたあえてドラマ仕立てにしますけど、はい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 、またそっから、はい、始まるっていう、ね、そうです、しかも隣ですせ、隣はあかんで、ね、えどけ怖いわ、もう電気つくたび消えるたびドキドキしますよ ね、でそれがどっちもまあ家族やったとして、はい、また間の悪いことに子供が同い年や、ね、はい、うわ、でそうするとお母さん同士は、はい、ママ友になりますから、そうですね、いやいやそれでわーなってもうやめときましょうねって言うてたら、うん、お互いのパートナー同士がまたつながったりして、あらららら、らこれええー、言うて昔あったわ金曜日の妻たちそんな感じのドラマでしたね、恐ろしいですねそう思ったら、そうですよ、ね、だから、うん、もしかしたらお隣さんが挨拶に来ないっていうのは、はい、そのパターンかもしれません、ね、だからあの挨拶に来てへん人のどちらかがパッと見て、うん、あーってなって、はい、で留守やったあーってなった、で旦那さんはあのおいたかあ行った行った、もうちゃんと挨拶済ましたし
って言うて言ってないかもしれません。いや違うと思うよ。違うと思う。考えすぎ。でもその確率ゼロではないからね。ゼロではないですね。いやもう一言やけど焦るね。焦りますわ。それでは恐ろしい。はい、まあ、でもあの挨拶には来てほしいですね。ね、そうですね、うん、うちも実はお隣さんまで挨拶もう半年ぐらい経つんですけど、はい、行ってないの？いや来てもらってないんですよ。向こうが来てる、まあ、家族構成もわからない、子供さんいるみたいやけど何年生といくつかも分からへんし、別にあのなんか物を持ってきていらんから、とりあえずどんな方かはね、うん、知りたいですよね。マレオさんの前のそういうことか、うん、そういうことかもしれませんね。そういうことかもしれませんね、うん、そう思うとちょっと楽しくなってくるな。ね。松原市の注射嫌いさんが見つけたモンスターです。はい、2日前の近鉄電車の中で見かけたモンスターです、うん、寝癖の髪を立たせたままいかにも顔色が悪い大学生らしい男の子がコンコン盛大に咳を していました。時々ズルズルっと鼻もすすります、うん、なのにマスクもせず手で覆いもしない、はいはい、私はいつもカバンに使い捨てマスクを入れているのですかさずつけました。安倍の橋に着く直前に彼は大きなくしゃみをして、うん、いやもう最高、今時珍しく黄緑色の鼻を垂らしています。よう見てんなあんたも。咳エチケットって知らんのか。いやおるね、いますね、咳くしゃみ、これはね、うん、はい、僕はあの対処法として、はい、そういう人が近くにいた時は、うん、その人が咳するタイミングに合わせて、うん、息を吐く、息を長いブレスの息を吐いて自分のところには絶対入ってこない、入ってこないようにね。いや楽屋ってね、もう1週間ずっと一緒じゃないですか、はい、でまあ新喜劇の楽屋ってわりかし広いんですけど、でも広い言うても多い時はもうね15人以上、もう17人とかまでギリギリ入れるかな、それより超えたら他の楽屋にね、うん、あぶれた人間は行くんですけど、もう冬なんかはね、うん、新喜劇学園窓ないんですよ、はいはいはい、で乾燥してるから一応加湿器もするんですけど、うん、全く空気が動かない。そんな中風邪ひいたらやっぱり我々は一応マスクするんですね。そりゃそうですよね、うん、マスクしないのが、うん、一之輔師匠。またやあのこの番組で何回一之輔師匠が出てきてる。一之輔師匠はヘラジャーンして鼻もズルー言うてて、で宇川さんとかに、ああ、いやもう兄さんもうそれ風邪ですわ、マスクしてくださいや言われるんですけど、くしゃみして鼻すすりながらも、いやこれ風邪やないんや、風邪やないんや、大丈夫なんやって一向にマスクしないんですよ。それやのに帰る時になったら顔差したないでマスクしはるんですよ。いやいや楽屋ですよってみんなに言われるんですよ。あかんな、いやこれ風邪やないんや。もう目に浮かうよね。いや本当ね、ちゃんとしていただきたい、ね、マナーはね、そうです、守ってくださいよ、この時期ね、本当にね。寝屋川の真夜中のウォーカーさんが見つけたモンスターです。私の下の階の住人です。夏を過ぎても風鈴を片付けません。秋に台風が来た時も外すことなくベランダに出しっぱなし。台風の間ずっとチリンチリンうるさかったです。それからしばらくは気にならなかったのですが、この寒い時期になってもまだ風鈴を出しっぱなし、突風の吹き荒れる昨日のような寒い時にはうるさいやら寒さが風鈴の音で倍増するやらで、さすがに腹が立ったので怒鳴り込んでやろうと思ったのですが、どこの部屋なのか分からず仕方なく大家さんに電話したものの、分かりました注意しときますの一言で終わり、風鈴はまだ今も寒空の中鳴り続けています。もうええ加減冬なんやから片付けろや、大家さんもちゃんと注意してくれや。いや確かに音って本当に気になりますね。耳についたらもう、ね、もうそればっかりや、ね、うん、であの大きい音よりもそのぐらいの音が一番気になるんで、気になるわーってね。ねえ、張り紙どうですか、どっか入り口にね、だから、あの〇〇さん、うん、
風鈴そろそろ片付けませんかいいねその意見、はい、うん、それぐらいやったら名指しでもないし、まあ、実際わからないし、わからないもんね、はい、きっとその次の日に、はい、私もそう思いますって書き込みが入ってると思いますよ、ね、だって周りの人みんな思ってるはずやから、ね、そうそうそう、私もです、私もですあれちょっと待って、うん、これこのマンションの住民全員の名前が書いてる、これどこの部屋やねんっていう、なんでそんなホラー仕立てにすんねん大家さんが出てきて、うん、気づかれましたか昔ね、昔ね怖い、怖怖怖、想像力がたくましすぎるねもう風鈴聞いたら思い出すわこの話 ね、はい、うわ怖、今日帰って風鈴になったらどうしようチリそれ自分が言うんだよねあ怖い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 わ、昔そんなんあったんですよ、あのなんかのドラマみたいなんで、うん、隣の家がうるさい、うん、で言いに行ったら何言ってますのお宅でしょ、だ隣同士ですよ、はいはい、えってなってどっから聞こえてんねみたいな怖いあ怖っ、あ今日帰って風鈴になったらどうしようやばいやばい、空耳やのに聞こえてるような気がそうそうなりますよ、勝手に耳の中でなりますよ、怖いよ怖い、マリー洗濯ネットさんが見つけたモンスターです、はい、某百貨店の傘売り場での出来事です、はい、ブランド傘の柄がかびてしまったので交換できるか持っていきました、メーカーに問い合わせしないとわからないとのこと、うん、品番などを控えてではまたご連絡します、そこまでは良かったのですが、うんうん、その日は雨が降っていたので傘を持って帰ろうとしたら店員さんがいや現物をお預かりしないとというのです、うん、私は今雨降ってるんで置いて帰れませんでは代替品を、そこで私はてっきり代わりの傘を貸してもらえるのかと思ったら、うん、そうそう、代わりの傘をお買い上げください、どういうこと、きっぱり断りましたが、この対応はいかがなものかと思いませんか、そんな人の弱みにつけ込んでよ、そんなアコギなこと言えんな、いやこれ多分その人後でその対応を上の人に知られたら、ね、めっちゃ怒られてるはずですよ、怒られますよね、でもこれは個人的、まあ、個人ですね、ほんまにそのお店のあれじゃないでしょ、ね、店とか会社ぐるみじゃない ね、そういう方針じゃないよ ね、はあ、ひどいなそれは、何それそれはモンスターやな、ね、百貨店ですよ、百貨店の傘売り場ですよ、ね、そういうことってないのかな、マニュアルでありそうですけどね、いや絶対代替品でしょう、ね、修理に出すぐらいのもんやから、うん、まあ言ってみたらそのいわゆる500円傘じゃないわけやしさ、ね、ブランド傘ですかね、ねで誰って分かってるわけやから ね、へえ、はあ難儀やなもしくは差して帰る言うてはんねんからそうですかでいいじゃないですか、ね、うんすごいな、買うぐらいやったらけえへんわそうですね。ほんまや。カビるんですね、ほんで。カビ、サビか。サビ。でもカビって書いてあるけど、まあサビ。まあサビかな。まあそうです。あ、でも布のとこはカビかな。A の部分。A はサビかな。木とかかな。木のとこがなんかちょっとカビたんですかね。カビができるか。カビる？まあ雨です。濡れるもんですから、まあね。そっか。うん。そこですか、ねね、いやなんかちょっとどんな保存状態なんだろうっていうのもちょっとだけね、はい、もう梅雨時毎日使ってあってね、乾く暇もなくね、なるほどねそれで言ったら会社でね、はい、会社の廊下にものすごく傘干してあったりするとちょっとイラッとしませんか、あそうそう広げて並べとかれるといやいやいやってちょっとどこでってなりますよね、歩かれへんみたいな、結構広げるよねみんな広げる人は広げますね、うん、ではアメリカからいただきました、アメリカ、ベニオさんが見つけたモンスターです、はい、ベニオ、はい、毎週アメリカで楽しく聞かせていただいています、
私は20代半ばでアメリカに憧れて渡り、そのままこちらで生活を始め、今はアメリカの短大で日本語講師として働いています。アメリカに来てかれこれ20数年が経ちましたが、アメリカというところはいい点もたくさんあるのですが、正直言ってモンスターに会う確率は日本より多いです。今日はモンスター学生の話です。その学生、20代そこそこの金髪の可愛い女の子だったのですが、とにかくアグレッシブで、自分の成績が悪いと、私の教え方が悪いと非難してきて正直苦手でした。ある日テストの問題で、次の文が正しければ丸、間違っていれば×をつけなさいというのをやりました。ベニオ先生は60歳ですという文を書いたんです、彼女はその問題に丸と答えたので、当時32歳だった私は苦笑しながら答案に×をつけて返したところ、大胆不敵にもクラスのみんなの前で、私たちはあなたの本当の年を知らないので、この問題は無効だと思いますと食ってかかってきました。私は正確な年は知らなくても、私が60歳に見えますかと反論しました、それはそうだと相槌を打つ学生も多くいる中で、彼女はノーノーと言い返しました、そんなのめちゃくちゃ若作りしてる人もいるじゃないですか、先生が60歳だったとしてもアジア人だったらあり得るかもしれないじゃないですか。その後も彼女はしつこく食い下がってきました。私は日本人がみんな押したら譲ると思ったら大間違いやで、日本人の中でも関西人は自己主張が強くてちょっと異質やねんと関西人の意地にかけて最後まで譲らず、彼女は最後まで不服そうでした。もうなんかあれやね、主張する国お国柄というか、そうですね、近へんねん ねすごいな、生徒でしょう、だってそうです、全然若いのに、はい、日本語のテストだったんですね。そうでしょうね。ベニオ先生は60歳です。なんかあれやな、やっぱり日本人ってガッと行かへんやん。行かないです ね、はい、ね、海外行ったらもう本当に中国人もアメリカ人もみんな推しが強いよ。はいはい、どこ行ってもこれで、息子のテストの問題で、この何とかかんとか社会でね、何とかかんとか、これはこの県名を答えなさいっていう問題があって、息子は兵庫県って書いたんですよ、で兵庫で合ってるんですけど、県名を答えなさいだから兵庫でいいんですって罰になってたんですよ、あんたこれ絶対抗議しって、兵庫県って書いて罰なん間違ってる、もうええわめんどくさいから、いやもうこんなんあかん丸やって言って、息子は言いに行かんかったみたいな。嘘、本当、だって県名でしょ、答えなさいよから、兵庫県という県名であって、はい、兵庫だけやったら逆におかしいですよ、兵庫だけじゃ何、兵庫の何分かんないじゃない、兵庫県って書いて県名、初めて県名って分かるわけやから、兵庫県が正しいんですよ、まあ両方ね、そうやな、ありでしょ両方だからその県をつけたことで、ダメって何それ、ねえ、と思ったんですけどみんなで行きましょうか。例えばそれがなんとか県っていう、なんかもうね、答えの欄に県がついてたりとか、ね、だ兵庫県県なもんね、でしょうやったら分かりますけど、でもそれでも僕丸やもん、そうそうそう、うん、何年生、中2 まあまあ、中2の男の子からしたらそれを言うことが、まあ、嫌なんでしょうね、あ、そうか、まあ、俺ええ思う、これぐらいやけど、でもまあ旗から聞いてた腹立つよな。じゃあ私やったら行くわって言って、そうそう、私やったら行くわっていうことを、やっぱきちんと、親はそういう態度なんやっていうのは見せといた方がいいね、そうですね、だって世に出てそれがね、もうじゃあええかって、そうそう、何でも引き下がってたらね、そうそう、行く時は行く、そうそう、強くそれ言い過ぎてもダメですよね、難しいな、頃加減がね、言うたもんガチャでっていう子になってまいりますから、それは全員がモンスターになる道やからね、大変ですね、アメリカで先生しはんのね、ね、でもなんか素敵やな、ね、長いこと向こうで、すごいな、ね、かっこいいな、いいですね、はい、以上モンスター街中モンスターハンターでございました、では一曲聴いていただきましょう。今月12月はジョン・レノンの曲をかけております、今日はハッピークリスマス、山本社交クラブ、さあ
ね、年の瀬がどうのとか正月がどうのとか思ってますけども、はい、恋愛の中にあんま季節感はないような気がするな、今日のメッセージを見ていると、ね、いやもう春夏秋冬なんてないですよ、もうないですよ、1通目はですね、ナオミさんからいただきました。ナオミさん分かりますか？ナオミさん女そっこです。お久しぶりお久しぶりです。ナオミさんは女装が趣味の男性 で、彼女がもともといて、はい、女装を始めてから彼氏もいて、確か両方とも結局、とりあえず終わっていて、うん、今はもう女装が趣味で生きてらっしゃる直美さんから久しぶりに続報が来ました、はい、先日とある出来事がありましたのでご報告します、うん、いつものように新大阪の店に行き、新大阪の店ちょっと解説していただけますか？あのそれは、私がまあラジオで言ったんですけど、はい、その女装するためのお店で、うん、はい、そこに行くと一通りのものは全部あって、はい、ロッカーがあるんですよね。ロッカーがありまして、うん、で好きな服を選んで、はい、でメイクも初心者にはもう手ほどきしてしながら、うん、はい、プロ のメイクさんがやってくれて、はいはいはい、でジムみたいな感じですよね。あ、そうそう、ね、会社帰りに、会社帰りにフラッと立ち寄って、はいはい、でもそっから、梅田なり、はい、何なりに繁華街に繰り出していくんですよ、うん、その格好で。なるほど、はい、その基地ですね。そう、その基地である新大阪の店に行き、いつものようにメイクをしていると、はい、なんと、うん、得意先の人が来てメイクを始めました。はあ、私がメイクを終える前に完成し綺麗に変身したのです、うん、さらにびっくりしたのは、その人はその店でそもそも友達になっていた愛さんだったのです。つまり気づかんかった、女そっこの状態で会ってたけど、もともと初めての元の男性の状態を初めて見たってことね、はい、はい、愛さんは女性を歴4年、うん、私の中では姉さん的存在でいろんなアドバイスをしてくれたりしていますが、はい、B 面のことは全く話していませんでした。ちなみに A 面が女装姿、はい、B 面がまあ普通の数の男性、はい、ビフォーとアフターの頭文字ですと。ほビフォーが B 面でアフターが A 面ですね。ようできてるな勉強になりますね、はい、B 面の話は全くしていませんでした、うん、これ言うところもないやるけど使い道ないですけどね、うん、愛さんの素顔を見たのは初めてだったので、はい、私の中では愛さんがあの得意先の方だったのかって感じでした、はいはい、メイクルームで愛さんはいつもと同じようにナオミちゃん久しぶりって話しかけてきました。私は心の中で今朝もあったけどなとつぶやきました、はい、でもこのまま黙っているわけにはいかず、メイクルームに2人だけだったので思い切って愛さんに話をしました。こういう世界では B 面のことは聞いてはいけないかもしれませんが、うん、愛さんって〇〇会社の鈴木さんかっこ仮、うん、ですよね、うん、と尋ねると、愛さんは私は前から直美ちゃんが〇〇の里やんかっこ仮って知ってたよ、でも私は愛だしあなたは直美ちゃんでしょ、だから私は聞かんかったんよ。すごい、今後こういう知り合いを見つけても聞いたらあかんのよと言われました、うん、ちゃんとルールが一つまた愛さんに教えてもらいました。その後仕事で会うといつも通り鈴木さんと里やんの間柄で普通に仕事をしています。私は愛さんにいい男がいたら紹介してくださいねと頼みましたが、愛さんも彼が欲しいので2人で頑張って見つけようねと話しています。クリスマスイブには愛さんを交えて3対3のコンパをします。年内に彼ができたらまた報告させていただきます。どんなコンパやろなどの3とどの3が、どんな3が来んねや。女装さんと、うん、普通の男性さん A A M そうですね、だからその女装した人が好きな、うん、はあ、そうですでしょ、まあまあ、そうですね、はい、はあ、いやこれはまた直美さんリポート送ってほしいと思いますが、ね、クリスマスイブのコンパ知ってたよって、いや愛さんやっぱ姉さんや ね, 姉さんねこれは知って、でもそういうのは言わん方がいいんやでというね、だからもうね言うたら素の状態には戻らんようにということですよね、うん、ここに来たら、うん、そう別もんよ、別もんやでと、鈴木さんと愛さんは別人なんですね。うん、また直美さんこれで階段を一歩登りましたね。メイクした状態だと元がわからないんですね。あ、わからないと思います。あ、そうですか。僕のメイクも多分わからない
いや分かると思う、うん、いやほんまに分からないんですって。あ、そうなんですか。確かにね、うん、メイクってすごいですよね、うん、すごい、さすが化粧とはよう言うだもん、うん、化ける、化けますね、化けますわ。ただ声で分かるのかもしれない、喋っちゃうとね、あとは黙ってられないっていうのもありますね、おれやおれやって言いたくなる、わしわしなんかあれね、なんかちょっと違う自分がこう街中に出るとですよ、なんかあるんです、ちょっとええ気持ちもあるよ確かに、まあそれはあるでしょうね、変身したら楽しいっていうね、ええ、みんな知らんねんこの俺のことって思うわけですよ、うん、まあまあ毎日のように女装してはる人には分からんと思いますけど、いやあのね、なんでしょう、たまにね、あの NGK の合間に、はい、まあ、打ち合わせがありますと、うん、でその本社のね社屋の中で、あのどっか場所を取ってもらって打ち合わせできるときは、うん、もうすち子のかつら取って、うん、メガネ外したあのスカートの状態のままで、はい、バーッともやっちゃうんですよ、まあ、打ち合わせ、うん、でもう次の舞台がもうギリギリまでやって、うん、来たらもうかつらかぶってメガネつけてファッと行くんですけど、うん、言ったら向かいのね、塔というかね、はい、あの本館って言ってるんですけども、はい、行ってそこで打ち合わせするときは、うん、一旦道路渡らんから外に出るんですよ、はいはいはい、で昔はめんどくさいですけどメイク落として、うん、私服に着替えて行ってたんですけど、うん、もうそうも言うてられへんなと、うん、もうギリギリまで打ち合わせもしたいし、うん、終わってすぐやりたいし、うん、だからもうええかと思ってもうカツラと眼鏡取った状態でファッと行ってたんですね、うん、でもそこでもパッと見られるわけじゃないですか、うん、見られるってなった時に恥ずかしいと思ったんですよ、ね、こんな格好で出んのはちゃんとカツラかぶって、うん、女の状態じゃないと。あ、そういうことね、はい、はいはいはい、だからそんなんは芽生えましたね、うん、まあ何やろキャラクターを守るっていうのもありますけど、うん、ちょっとどっかで、うん、もうメイクしてるのに半分男っていうのが、はいはいはい、こんなん見せられへんわみたいな感じなのかなとか。そうですよ、はい、でもそれはだから女の人が、はい、その中途半端やったら嫌やんか、はい、それと多分一緒やわね、うん。それで外になんか出られへんやんかっていう、うん、中途半端やわみたいな感じでえ、そうなんですかってこう社員に言われたんですけど、これはやっぱり多分毎日女装してるからこそ、ほんまや、こんな恥ずかしいとこ見せられへんっていう、はー、偉いもんやな、やったんかもしれないですね。でも当然そういうのは芽生えるんでしょうね。そうだね。でも何やったらラジオもその完璧な女装の女装いうか、はい、うん、そのすち子の格好で来てくれてもいいのよ。いやいや来たらそれは多分すち子で喋りますからあ、そう、多分あんまり数は出ないと思うんですよね。なあ、そんなもんか、はい、そういうもんやと思いますよ。へ、ちょっと一個キャラ乗っけて喋らんとダメなんで。あ、もうそういうもんなんや。はい、途中で多分めんどくさなってきますよもう普通に喋ってくれや言うてでも戻れないんですね、その格好してる以上はね。そうですね、たまに戻る時もあるんですけどだその時その時でどっちの格好がええんやろとかは思いますね。そう考えたら楽しいですな、ね、そうですね、両方こう、そうそう、はい、使い分けられるわけや、はい、変な感じですけどね謎、うん、面白いね。でもやっぱりそれでは出られへんもんか、はい、はあ、ねえ、やっぱ人生倍生きてはるな、ね、両方ね、楽しいですよ ね、 ねえ、また教えてください、うん、クリスマスイブのコンパ、はい、どうやろな、3対3ねえ横で見ときたいな、ほんまやねどんな感じだよ東大阪の山森さんからいただきました、はい、読んでよかったのかなまあいいや。私ははっきり言って肉食でした。高校2年生の時、同じ年の彼氏とその中学3年生の弟、そして別の先輩の高校3年生と三つ股で付き合っていました。うわ、高校2年生兄弟
ほんまの兄弟ね。すごいな。それから二股をしたり、その時だけの関係の人、会社の人との不倫、彼氏を切らすことなく27歳で12歳年上の彼氏ができました。39ですね。その人とは体の相性も感情や考え方などもぴったりで、その人だけと6年ほど付き合いプロポーズされました。ただその時はいいけど、私が40や50になると12歳も年上の旦那がたっぷり肉食の私を満足させられるのか不安が残りました。がまあそうなったらその時は彼氏でも作ろうと思って結婚しました、今私43歳、旦那55歳、たっぷり肉食だった私ですが、ほっそり草食に変身してしまいました。あら、まあ、どうしたの。若い頃に使い果たしてしまったのでしょうか。でも旦那はまだまだたっぷり元気、お願いして週末の1回だけにしてもらっていますが、それでもヘロヘロになります。どうしたらもうちょっと減らせるのでしょうか。気を抜くと平日も朝私が寝ているのをいいことに布団に潜り込んできてパジャマを脱がしたりします、どうしたらゆっくりぐっすり眠れるでしょうか。山宏さん助けて。なんでやねんなんで私やねん。しかしこれ上には上がおるんですな。そんな肉食やったのに。え、でもどうなの、使い果たして草食になるってことはあるんですか。あるんですね。男の人なんかはもう言ってみたらそのまんま肉食で行く人は肉食やし、草食は若い頃から草食やけどな。でもまあまあ、草食に なりつつある人はいるでしょう。まあその10とするとね、若い頃を10とすると、まあ、6とか7には落ちてるかもしれないけど、それでも同世代の人と比較すると、多分結構肉食系やとは思うんぞ。どうした山森。ねえ、こうなんか書いてはれへんけど、子供ができたりってその辺で一回ガクッとこう切り替わるのはありますけど ね。ほんで旦那さんはそのね女性によって肉食に成長したのかもしれない。はい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 。どんな感じなんやろ。こんな感じで、この何年か。27で付き合い出して今43ですからね。16年間、この16年間ね、いろんなことあったんちゃいます。だからもう博士がこんな化け物になるとは思わなかった言うて、サイボーグがもうむちゃくちゃ強なってもなるほど、だからもう博士の想像を超えちゃったわけ。想像を超えたんかもしれないです。旦那がわ、そうなったらもう博士手には負えんわなこれ。ねえ、でもね、愛されるということはいいことじゃないですか。そうですよ、そうです、旦那さんにそうやって、ねえ、どんな感覚なんやろな、パジャマ脱がせて。何が、そこ、いや布団に潜り込んできて、潜り込んで、つまり旦那さんからすると、常に新鮮なんですよ。すごいですね。ねえ、そんな羨ましい限りじゃないですか。いや、プラスやっぱ体力もすごいなと思います。朝からね、55歳、ねえ、すごいな。何食ってんねやろ、教えて。旦那さん何をよう食べてます。ね、好きなものは何ですか。毎日柿食ってんやろね。柿、海の柿、はい、あ、亜鉛ですわ。亜鉛やっぱりいいですから、亜鉛ば掘り込んでんですよ。でも考えたらね、はい、若い頃のように三つ股二股ね、やってなくていいじゃないですか、そうですね、そうでしょ、旦那さん一本で満足できるんだからね、贅沢な悩みですよ。そうですよ、ね、すごいな。でも高校2年で三つ股はなかなかないと思う。いや、すごいな。すごいな。いや、もうそういう性分なんでしょうね、もう、すごいな。どんな感覚なんやろね、これ三つ股とか二股平気だって、これ相手兄弟、そうですよ、高2と中3の兄弟までその三つ股のうちの2人やったんでしょ、そうです。多分なんでこんなことすんねんって怒られても、ごめん、分かってんねんけど、これもうしゃあないねんっていうことちゃいます。そうか、そやな、理屈とかそういうことではもうないんです。ダメやねんね、もうね、もう一人じゃ無理やねんと、はあ、そんな人が、ねえ、そんな人もいずれ落ち着く。そうです、ね、だから昔やんちゃやった少年が、ね、今こんな、ね、人を助ける仕事してますみたいな、はい、ね、
そうか、そっち行きますね、うん、だからもう人はもうね成長もするし、ね、山森さんはだから標準になったんですよ、うん、そうそうそう、落ち着いたというか、そうですね、はい、はいということで、この音楽が鳴ってきたということは、はい、今日はもうこのコーナーはこれで締めなさいということなんですね。そうでございます。わ、ね、そう、分かりました、はい、じゃあまた来週以降、はい、濃いやつ、ね、そうですね、またね、はい、お待ちしております、はい、以上山本社交クラブでした。CM 中は皿回し運動をしながら3人で頑張っておりますが、ほぐしてくださいよ、ね、皆さんからはこれこうたもんの結果結局使うてへんわというものをメッセージいただいております、はい、リーゼント金魚さん、今年ちょっと奮発して買った妻のキャメルのコートです。電車の座席は汚れてるからとか、普段の買い物にまで着るのはちょっととか、さすがに今年のルミナリエには着ていくのかと思いきや、人混みで傷がついたら困るとか、いつ着るねん。まあ、でも分かりますね、女の人ってやっぱりそういうのもんですか。そうなりますね。私ね、傘のね、すごい気に入って奮発して、それこそブランド傘1万円もするの買ったんですよ、はい、なんか間違って持っていかれたらどうしようとか、忘れてきたらどうしようとか思ったら全然刺されへん。あれ刺したとしても、うん、例えば喫茶店入って入り口に置いて、うん、もうコーヒーの味せえへんぐらい気になるでしょ。せえへんねえ、大丈夫かおいっつって。そう、ね、もうだからもし間違ったりあれしてもいいっていうぐらいの金持ちやったらそんなこと何も思わへんだよ、ね、こっちはね、もう清水の舞台が飛び降りてこうたからね、はい、買いなくしたくないし汚したくないしね、その庶民感覚はでもそね、いいですよ、いいですよ、眺めてて幸せやったらもうそれでいいんですよね。そうそうそう、家に置いてね、そうそう、ええやつや言うていつ来ていくねん言われながらね。吹田市のすももさん、健康のためにジューサーを買いましたが、洗うのが面倒ですぐにお蔵入りに、まだありますが使ったのが短いので惜しくて捨てられません。結構ジューサーは多いんじゃないですか、ね、ジューサー系は ね洗うのがね最初だけですよ ね、あれもうちょっと機能的にこうね洗いやすくしてくれてたら、うそうですね、もう流行ると思うけどな、出番がね。うちもタイヤ機器あるな、タイヤ機器使ってへんな、タイヤ機器、タイヤ機のあの、なんかあのタイの格好してる、タイの格好してで、あのホットケーキミックスと、うん、あのカンカンの小豆買ってきたらすぐできるやんって思って、うん、子供の友達が来た時とかこんなんしたら楽しいやろなと思って、ふるかさ格好できた、買ったんですけどね、うん、何もしたのそんなの、8000円とかだな。なんかそれやな。これ一度に6個ぐらいこう焼けるんですよ。はあ。で、こう肩のとこ変えたらドーナツ型もあるんですよ。へえ。楽しそうでしょ。やったげえな。全然使ってない。うわ。ちょっと年内1回使おう。1回使おう。ね、押し入れ開けるたびに胸が痛んでたんですよ。ね、やっぱりあるか、みんなあるな。そう、お好みみたいなのもできますやん。キャベツとか。しょっぱいのでいい、ね、あ、そうですね。あ、うん、あ、いいじゃないですか。ツナとか入れてね。あ、いいですね。わ、考えたら楽しい。ねんけどな、出さんな、まずまず出さん、まず出さん、うん、ね、真夜中のウォーカーさん、嫁の専用本棚には嫁が買った料理の本がびっしりと並べられていて、今も月に2冊は増えておりますが、買った料理が並ぶことは今まで一度もありません。嫁曰く、時間ができたらそのうち作るからって、今お前給食中やろ、なんか作りいな。これはちょっと耳が痛い、痛いですね、料理の本はね楽しいんですよね、見るだけで専門書を買っちゃうんですよ、うん、専門書を眺めてるだけで気持ちいい、楽しいですね、やっぱ楽しいんですか、はい、読んでると、うん、やっぱ料理、へ、まあ、僕はだから全くしないわけじゃないですけど、うん、そんなあなた豚肉の本ほんまの専門ですね、豚肉っていう本やね、へ、分厚いよ、1センチ以上ある、はい、で写真がふんだんにあって、はい、でもそんなもんね、ようよう見たらね、本格的な料理やね、みんな、はあ、作らない時間もかかるし、かかる、うん、何やったらスープ取るだけで半日かかっとるやないか、うわ、そうだよ、よう怒られる、ね、もう最近は買わんようにしてますけど、ね、一つでも作って家族をね喜ばせればね、
レオポンさん立東市からいただきました、はい、今年夏前に5歳の娘が喜ぶかなと勝手に想像して流しそうめん機を買いました。自分の中ではめっちゃ面白いみたいなことを娘も小さいので言ってくれると思っていたら、うん、実際はそこまで驚きもなく、うん、食べにくいの一言で撃沈。それから一回も使わず押し入れに眠っています。辛いな。大掃除しようと思ったのか、これ邪魔やし、なんで買ったんと妻にも言われ、ある意味水に流してほしいという感じです。何うまいこと言うと。流しそうめん、ね、でもね、わかるよ、流しそうめんでね、みんなで盛り上がりたいもん。そうなんです、わーっとね、楽しいよね、流しそうめんって、あの、まあまあお二人はそんなにアウトドアが好きじゃないだろうから。でもこの流しそうめん機は家でできるから、ね、いいですか、うん、いいですか、家でやるのが一番。あれだってあれでしょ、流しそうめん機だからぐるぐる回ってるんでしょ。そうです、そういうやつでしょ、はい、うん、そんでうちの夫左利きなんで、はい、つかみにくいって言われて、そうか、右利きの人の流れなんやと思って。そうですか。そう、どっちの、で、は、え、時計、じゃ半時計か、端をスッと入れたらそこに絡んでくれないんですよね。そうそう、左やと半時計なんですね、多分ね。そうやね、で半時計、左はもう追っかけになる、ね、左はもうどうしていいかも、うん、ねえ、ね、皿回し運動みたいな、そうそう、こうなんか手首ひねってこう、ね、皿回し運動みんな分かってないん違う。でもありますよ、どこの家にも。いや、子供が喜ぶ思ったもん食いつかんかったらかなんやろな。そやな、これはかなんと思う。僕はキャンプごっこしょう言うて寝袋を買ってきた時にまあ食いついてくれたんですよ。そうでしょ、はい、で昨日もキャンプごっこしたんで、家でもう嬉しいって知らなかったです。わかる。で寝袋を一旦出すと、うん、今度こう巻いて、うん、そのカバーに入れるのがなかなか大変やから、はい、奥さんはもう出さんとってって普段は言うんですけど、うん、久しぶりやったからいいよっていう許しも出て、うん、ほんでもうその中で一緒に遊んで楽しいって楽しい。いい光景やねそれは、ね、うん、で今度また夏、はい、休みの日に、はい、本当にこれを屋外に持って行って、はい、やると。いや、それめんどくさいんで、おいおいおい、ベランダでやろうって言って。いや、ベランダで寝袋じゃもう終わっちゃうの。それを寝袋は、はい、もうそもそもなんでキャンプごっこしようか思ったらベランダでやりたいっていうことで。じゃあ、はい、あの寝袋は、うん、ね、屋外に行って、はい、もう野外でテント張って、はい、寝袋を敷いてそこで寝るためのものなんですよ、はい、いや、一応でもすぐ窓開けたら風呂にも入れるし、うん、いや、ね、トイレもね行けるし、ね、はい、あるし、ね、インドア派、はい、それトイレ行く言うてね、うん、こんなごっつい雲バーンっておったらね、おしっこも出えへんでしょ。おるんですよ、山の中行くと。おるでしょ。それが醍醐味なんですよ。もう何ここって思うもん。何なんここ言って思いながらおしっこするの嫌ですもん。偉そうに言ってる僕も、はい、昔新しいテントを買って、はい、それがなんかやけになんかごちゃごちゃしてて、はい、これはちょっと一回近くの公園で張る練習をしとかなあかんなと思って、はい、で行って、もうなんか細かい紐とかなんかがようさんあってん、それが、はい、絡んでしもて、ほうほうほう、腹立って、はい、もう腹立ってやってるからかな、はい、ポールをギューンと細いの通してる時もゲッゲッゲッやってたら、はい、パキッ折れて、うわ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 、もう使ってない。一回も使わんまんま。あらららららら。今簡単にポランとできるやつあるじゃないですか。うん、そうやね、ワンタッチやね今のやつ。はい、ね、パッて。でもあれをどうやっても畳まれへん家族いましたけど、ね。どうするそれ。くにゅっとね、八の字にするんですよ。ああ、そうです、ひねってあれ ね、考えたらあかんんですよ。もうなんか、ふんっとこうやらんとダメやのに、もう家族総出で、何やっても閉じひんで、汗だくなってる家族見ましたわ。笑ってたよ。笑ってあかん思いながらも。もう思いっきり笑ってるわ、絶対。全然しまわれへんやん、思って。どうしたのな、どうしたでしょうね、もうどうしようもないですよね、もう置いて帰らんと、シートを倒して、はい、無理やり組んで入れたと思いますよね、入ったかもしれない、テントの中に入って車ごと動かすみたいな。あれ練習せんとあかんからな、してからいかんとね。ね、神戸市の
金曜の朝旦那は私を求めるさん、あ、おいおいおいの家では使わないもの、はい、それは腹筋の機械、はい、ある日旦那がテレビでイケメンの腹筋が割れているアスリート風の人が腹筋をしているのを見て、はい、これで鍛えてお前をヒーヒー言わせると言って購入。しかし使ったのは3回だけ。今はバスタオル干しになっています。うわ、もうすごいねこのご主人は。このご主人僕大好きな。今時こんな、ね、これね奥さんねすっごく充実してるんや。いやもうな、本当に、ね、本当うまくいってはりますよね。めっちゃ羨ましいな。うん、これはええわ。ねえ奥さんのためを思ってですもんね。そうそう、腹筋鍛えてね。ねえひいひいわしさんでってわかん言うて腹筋せんようになって、それでも金曜の朝なったらすっぱだかで布団パー引くんでしょ。ねえおもろおっさんやなこれ。おもろい夫婦ですね。そうですね、いちいち楽しいです ね、 ね、 楽しいな。今朝も寒い中 ね、 ね、 寒いよ、寒いですよ。でもそろそろ冬休みですから息子さんが学校行かないかもしれない。お正月休みに入るかもしれませんね。さあそして先週スペシャルウィークのプレゼントで、はい、あの御座をお送りした55歳の主婦の方からお礼状が来まして、はい、水曜日に御座が届きましてありがとうございます、はい、宅配便の同年代ぐらいの女性の方に何か言われたらどうしようと思いながら受け取りましたが大丈夫でした、はい、早速何か楽しいコメントをと思うのですが、うん、主人が以前から痛かった首肩腕が悪化しまして頸椎ヘルニアと診断されて、今週月曜日 MRI を取りまして明日検査結果が出ます、うん、かなり痛そうで最悪は手術になるかもしれません、うん、ということで届いたご座はイグサのいい香りがしていますが、1万円を当選した方のようにお母さんのためでなく自分のためにいただいたことがとても恥ずかしくなりました。罰が当たったのかなと反省しています。でもせっかくいただきましたので、うん、主人の痛みがなくなりましたらまたご報告させていただきます。近況は私は寒いし眠いのに痛くて主人は眠れないらしく横から毎晩迫ってきます。痛いのに眠れないから迫ってきます。もう世の中どないなってんのやろな、最悪2回の時もあります、うん、決して私は喜んではいません、うん、本当はそっと寝させてほしいです。おまか、はい、すごいな。どうなってるんでしょうか。痛みを押してよく頑張ったですねこれね。まあ、僕らはそういう ねご主人の方に感動したですけどね。感動するようしたよ、まあ、すごいな。というそんなご主人やから、はい、もう痛みがなくなった時はもうそら、ね、もう奥さんご座書いてますね、うん、奥さんご座書いてますそんな T シャツ作ってください。なんか、この番組はあれですね、はい、あの内容的にはこれどぎついんですけど、はい、こんだけこう明るく笑い飛ばせる姿勢というか結局平和ですよね。平和でしょう、はい、ね、はい、いや平和やわ、うん、まあ例えば夫婦喧嘩しても、うん、そういうことがね、はい、もう和解するとかってありますけど、うん、そんな感じの番組です ね、 そうですね、これは、はあ、いやこれはなんかいいわ、ね、だから気になるのはミッチーや。ミッタン、ミッタン、あ、じゃあミッタンや。ミッタン、ね、実は来てたんですけどね。来てんね、うん、来てんねんけど、またちょっとあまりにも濃いので、濃いちょっと月に1回ぐらいにしとかんと濃いんですよ。また来週にでも、うん、そうそう、あの別にね、ミッタンのことを僕たち避けてるわけではないのでね、ちょっとね、はい、濃いの頼んますね。待ってますよ、待ってるんです。期待してますね。今日は時間です、はい、おやすみなさい、また来週、はい、あ、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も無事放送を終えることになりました、はい、本当にあの中身の濃い、はい、投稿ありがとうございます。ありがとうございます。あの最後にご紹介した、はい、方ですよね、はい、あのゴザが、はい、プレゼントした、うん、はい、ペンネームゴザカキシタイさん。ゴザカキシタイ、そういうペンネームですか。ゴザカキシタイさん、はい、旦那さんは、はいはい、どっ頸椎ヘルニアっていうと相当痛いです、ね、すごい痛いと思います。すごい痛いでしょうね、ね、はい、なのに、
こっから下は、ね、別なんですかね。別もんでしょうね。ああもうご立派としかもう言いようが、はい、だからその状態でもうそういうことになってるんですよね。ん？そういう状態でもそういう、ね、そういう状態やけども多い時2回やってるんですよ、ね、っていうことは、うん、多分ピキってならないようにすごくもう軸のぶれないフォームが出来上がったんちゃいます首に負担のかからない、はい、負担かからないフォームで言うと、はい、まず下になったまま。いやでもそれは自分から攻めていってるので、うん、そうか、それを正とは言えないですから、うん、だから自分はもう常にこここうしたまま常にもうここの軸ぶれない。いやそれはスッチ、はいはい、それはこの頭って相当重いから。重いです。だから、はい、そんななんぼぶれなくしても僕無理やと思うんですよ。無理や思うでしょう、うん、でもそんだけ痛い状態で迫ってくるおっさん、うんうん、不可能を可能にしますってかな。そんなこと無理だろうって私思ってたんですけど、やっぱりもう欲望が勝っちゃいまして、見てください今じゃこのフォームつってほんま、はい、めっちゃ痛いと思うけどな。で僕は想像してたのは、はい、横ね、うん、横なんか一番しんどいですよ。そうだって、はい、こっから上は動かさなくていいのよ。いやいや横は、うん、みんな憧れるんですよ。ね、横って憧れるけど横ってね、そういう DVD とか見てると、うん、絶対そのメニューの中に絶対出てきます、うん、後半ね、うん、はい、うん、フィニッシュのちょい前前ね、絶対にそのシーン出てくるんですよ。これはフィニッシュじゃないんですよ。ないんです。やっぱりいろいろ絵代わり欲しいですから。その中で絶対後半、うんうん、もうあと、うん、ちょっとで終わるよっていう前に出てくるんですよ、うん、みんな憧れます、うん、でもあれって腹筋使うしここも使うし、うん、まあ大変。なるほど、はい、だからそんなもんヘルニアの状態で横なんか自殺行為ですよ。無理か。ただそのおっさんやったら不可能を可能にするからね。どんどん膨らんでいっとるやないか、そのおっさんのことが。そのための腹筋マシンですからね。はい、腹筋マシンは金曜の朝やろ。前の旦那さん、あ、このだから金曜の朝さんのご主人は腹筋マシンで横も行ってるやろね。行ってるでしょうね。腹筋マシンでそれを憧れたんちゃいます。あ、金曜の朝からわしも横行ったら思ったけど、横に憧れてるもんやから、はい、横をするためには腹筋を鍛えなあかんと、うんうん、割れとかんと、うん、でも結局三日坊主かなんかで終わったでしょ。いやー、少年のような方々ですね。多いですね。元気ですよ、はい、これも50代でしたっけ。そうです、その方もね。いややっぱりね、見習わんといきませんね。まだまだだな。うん、いや50代に何があるんやろほんま、ね、ちょっとワクワクしてますもん。50代になった時に何かまた見えるもんがあんねやろなと思ったら、うん、それはね見えますよ。見えますか。見えます。ほう、30、40、50という、まあ、全部節目じゃないですか、はい、でまあ30にして立つ、40にして惑わずって言うけど、うん、あのね、死がなんかこう現実のものとしてそこまで行ってないんだよね、もちろん、はい、でも逆算して考えるのは50からやと思うんですよ。はあ、40になった時に僕、あ、80として、うん、もう折り返したんやなっていうので、うん、若干考え方やっぱ変わったんですよ、うんうん、それが50になるとさらに、うん、もうちょっと具体的になりますよ、うん、はあ、まあそれはその時サラリーマンやったからかもしれへんけど、はい、60が定年やとかいろいろ思うから逆算すんねん、はい、すんのかもしれへんけどね。はあ、だから、まあ、あのずっとフリーのスッチーからすると、はい、いやもう俺はそれ40で感じたって言うかもしれへんけど、はい、50って割とね、割ともう具体的に見えるんですよね、はあ、年金のことも考えたりもするし、はい、だから、はい、新しい世界がガッて開くんです。へえ、それでフリーになったと思うんですよ。はあ、でもそっから腹筋マシン使っていたらええってなります。そっから先言わない。そこやがな、聞きたいの。それはまあ適度やね。いやだから50代って楽しみですね。うん、これ見てる限り、そうそう、ね、すごい元気な人多いし、で一つには、はい、子供の手も離れてくるでしょ、だんだん学校行っても上級生になってくる、はい、ちっちゃいからほらも
家に帰ったらもうずっと自分の時間だ、子供中心ですもん、生活はね、そんななくなるんです、ま、なるほど、向き合うってことですね、もうこれらの夫婦はみんなそれ、そういうことなんですね、すごいな、いや勉強になるわ皆さんが勉強になると、ね、腕組みましたもんね、いいよってちょっと2ヶ月ぐらいだったらマレオさんにこそ腹筋マシン買ってたらびっくりした、腹筋マシンをね買わされまして、なんですのこれやね夜も更けてまいりました、そうですね、今日はこの辺で帰りたいと思います、はい、どうもお疲れ様でした。